はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は2 3ム2レギュラー登場ということで、忖度なしでグレード85以上全選して、底価値やっていきたいと思います。はい。ということで、今回はですね、ガンバ大阪編ということで、はい。5名の選手たちを、えー、評価していきたいと思います。はい。ということでね、まあ、ガラッと変わりましたね。はい。<laughs> 新顔が多いですね。まあそうですよね。まあ更新前から言ってましたけど、まあガンバ動くだろうなと。うん、結構言ってきたんですけど、まあその通りになったのかなと思いますね。はい。まあ左からね、まあ、ダワン選手。まあここはね、トップグレード結構読みやすかったかなというところですよね。はい、活躍が素晴らしいですからね。で、ネタラビ選手ね、上がってきましたね。はい。まあ指標面すごく良くて、まあ出場実績とかもね、まあ十分。 はい、えー、ありましたので、まあ、ここは、ま、あこれぐらいの評価を受けて妥当なのかなと、個人的には思いましたね。はい。で、次、東口選手ね。まあ、ここは復帰ということで、まあ、前半こそね、ちょっとレギュラー出なかったんですけど、まあ、追加があれば多分出てたと思うんですけどね。まあ、追加なかった分ちょっと出なかったですけど。うん。まあ、えー、ここで登場して何よりですね。はい。で、次、ファーランド選手。まあ、ここもね、目立ってましたからね、前半ね。岩盤の中ではね。はい。 まあ、ここもね、レギュラー追加さえ合ってればね、もうちょっと早く出たんでしょうけど、まあ、いた方ないかなって感じですね、真ん中の3に関してはね。はい。で、宇佐美選手がちょっと落ちまして、86まで落としましたが、まあ、なんとか耐えですね。うん。まあ、でもこれ、ある意味、餌としての価値、宇佐美選手はあんま落ちてこないからね、まあ、ある意味、貴重、貴重っちゃ貴重なんですけど、さあ、果たして実力の方はどうなのかというところで、まあ、この5選手たちを今日はね、しっかりと査定していきたいなと思います。よろしくお願いします。 では、えー、早速ですが、評価基準の説明をさせてください。こちらです。はい、えー、この動画の選手評価基準についてなんですが、スキル、能力値、総合の3項目を、選手ごとに1から10の10段階で評価していきます。で、あと、クラチャンリーグ、えー、それぞれの評価も掲載しますので、まあ、よかったら参考にしていってください。まあ、一切忖度なしで、はい、やりますんで、よろしくお願いします。はい。 ということで、えー、選手ごとに1から10の10段階ということでね、評価基準を設けてるんですが、まあ、ここの目安というのもね、まあ、事前に説明しておきたいと思います。ではこちらです。はい、えー、10段階の目安についてはご覧の通りで、1から10になりますね。はい。で、ちょうど真ん中がね、まあ、6になると思います。まあ5もちょっと近いかな、真ん中にね。はい、ということで、まあ、6より下に行くと、ちょっと評価は落ち目ですね。で、6より上に行くと、まあいい評価と。 はい、どんどんいい評価になると思っていただければなと思います。で、個人的には、まあ、総合で8とかがつくぐらいだと、まあ、文句なしで、まあ、大体、まあね、まあ、ちょっとでも仕上がれば、まあ、クラチャンリーグとかそれぞれいけるんじゃないかというところと、まあ、9とかまでいけばね、そのまま、まあ、1から育ててもある程度通用するんじゃないかなっていうところのラインとかにはなってくると思うので、特に8、9、10は、はい、注目してほしいなと思います。まあ、7は結構つくと思うんですけど、まあ、条件付きみたいな感じが多いかなと。 まあ、7の中でも良い,い7と悪い7があるっていうのはちょっと難しいんですけど、感触良い方と感触悪い方があるみたいなね。まあちょっとこれはね、まあ言葉で、あの、ちょっと説明ね、ここでしきれないところでありますので、まああの評価しながらね、説明していこうと思いますが。さあということで、えー、評点ね、こういった基準になってますので、よかったら参考にしていってください。では、早速ですが、1人目から評価まいりましょう。まず1人目の選手はこちらです。はい、えー、ガンバ大阪のダワン選手ですね。 ダワン選手の評価、スキルがクラチャンリーグともに9ということでね、高評価になってますが。はい、ここまずクラチャン部門なんですが、ていうかまあ、全体的に鋼の心臓と異次元とキラーパスという組み合わせなんですよね。はい。え、レギュラーでこれ出るんすか <laughs> やっぱ J、J クラブさは変えようとしてね、これ環境ね。うん、どうにか変えたいんだろうね、やっぱね。なんかそういうのがすごく伝わってくるなっていうカードですけど。 まあ9でしょはい。だって、鋼の心臓で裏30乗って異次元あって、キラパスあって、これ CMF か,、まあ、かトップ下だったら9でしょはい。これ EP 稼げると思います、普通に。どれもまあスキル、ある程度活動、ね、あのー、まあ、計算できるというか、ある程度期待できますし、うん。まあ、いい組み合わせだと思います。まあ、スキルバランスもいいしね。はい。ということで、まあ、ここは9でしょう。で、まあ、リーグ面で見ても、まあ、9ですね。はい。 鋼の心臓異次元の組み合わせ、キラパス加えてね。これは結構いいね。さっき言った通り、スキルバランスすごく良くて。守備もできて、攻撃もできて、パスもできると。うん。素晴らしいんじゃないですかね。トップ下、もしくはシャドウ。あ、じゃあじゃあシャドウじゃない。えっと、CMF。中盤ね。はい。ここの、いずれかで使ってあげたいんじゃないかな。ボランチはちょっときついと思うけどね。てか、異次元とか生きないからね。うん。まあ CMF、OMF でぜひ使ってあげてください。リーグでも9の評価は出せます。 で能力値。うん、ここオフェですね、ボナセンね。で、オフェ値がね、高いんだよね。1393。いいっすね。はい、これはいいでしょう。まあ、能力値的には7ぐらいの評価は出せると思います。で、総合的にはクラチャンリーグともに8の評価で出しておきたいなと思います。はい、ということで、まあ、クラチャン8。まあ、これはね、ボナセン EP がないので1落ちただけですが、感触はいいですね。まあ、EP しっかり乗ればクラチャンでも全然いけると思います。 で、リーグ面の8。うーん、これね、意外と9つかないのって思った人もいると思いますが、9つくんだったらね、もうちょっとね、やっぱね、オフェとか欲しいからね。うん。まあ、その、このカードっていうのは、まあ、鋼の心臓もそうなんですけど、結局異次元シュートがメインになってきますよね、能力値的にはね。ってなってくると、まあ、このオフェボナセンだけではちょっと苦しいところがある、正直。うーん、これはちょっとね、 まあ言っとかないとね。まあこれが入るかどうかと言われると、他のセンス次第とか、まあキラーとかね、そういったステータスのところの影響があってこそ、まあどうにかなるかなぐらいなので、まあ正直、まあやっぱり上積みがないと、まあある意味ちょっと期待外れみたいになっちゃう可能性十分にあるんですよね。なので、まあしっかりとスキル強化なり、まあオフェセンスなりというのをしっかりとつけて使わないと、 うん。まあ、通用しない場合がね、特にグラマス付近ではあると思いますので、えここはね、まあ、いいカードなんですよ。いいカードなんですけど、しっかりと中身こだわっていかないと、まあ、良さが出ないので、そこはもう皆さんの仕上げ方の腕次第ですから、まあ、あと、運次第なところもありますけどね。はい。ということで、まあ、ぜひね、仕上げてあげてほしいなと思います。まあ、スキル強化の影響とかも結構大きいと思うんでね、まあ、ぜひそういうところを目指して、えー、頑張ってほしいなと思います。 まあカード自体の評価はね、クラチャンリーグともに総合8ということで評価高いです。はい。まあ素材としては一級品なんで、ぜひね、この一級品をぜひ皆さんの手で超一流に、超一級品にぜひね、してあげてください。はい、素晴らしいカードだと思います。では続きまして、えー、2人目の選手見ていきましょう。こちらです。はい、同じくガンバ大阪のネタラビ選手です。 で、ダラビ選手はスキルがリーグ、えー、クラチャンともに8となってます。はい。ここも高評価ですが、見ていきましょう。はい。まずスキルがね、ダイナミックインターセプト、ハードタックル、ヘディングクリア。まあいいですね。はい。まあ、文句ないんじゃないですかね。中盤。まあ中盤ってね、結構スティールの方が大事っていう人もいますからね。まあ、僕もどっちかというと、スティール派なんですよね。うん。まあやっぱカットできるボールの、あの、対象が多いというかなっていうかな。 まあ例えばゴールキック飛んできた時とかもそうだし、まあフィードとか相手、相手がね、まあその攻撃時に蹴ってくるってことが多いので、まあ別にスキルがあるなし関係なく多いので、ね、そこを、まあしっかりとカットできるかどうかって結構ね、やっぱ大事なんですよね。なので、まあスティールに結構重きを置いている人も多分中盤いるんじゃないかなと思うんですけど、まあどうでしょうね。まあタックルも当然大事なんですけど、まあここはそんなに僕は大きな差はないと思ってますが、ということを見ると、まあダイナミックインターハードタックルヘディングクリア、しかもダイナミックインターセプトで裏さんじゃあるということで、 まあ、クラチャン8。まあ、9に近い8ぐらいじゃないですかね。8.5ぐらいは、はい、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、当然、リーグ面で見ても、まあ、スティールタックルの A、B の組み合わせというのは、あと、プラスで B にヘディングがあるんで、まあ、ここは、はい、素晴らしいと思います。まあ、リーグ的にも8は、はい、つけれると思います。で、まあ、ボランチがおすすめかな。一番。まあ、ボランチの CMF でも悪くないですけど、はい、ボランチの方がいいんじゃないかなと思います。で、能力値。ここはまあ、ボナセンちょっとディフェアではついてこなかったんで、まあ、しかも中盤の選手ね、あまり評価上がりにくいということで、 まあ2かな。うん。ここは2が妥当かなと思います。で、総合的な評価はクラチャン7、リーグ6で出しておきたいなと思います。はい。まあクラチャン7はここまあそうですね。あの、ボナセン EP じゃない分ちょっと落としてますが、まあただセンスでね、残り3センスで EP 乗ってくると、まあ結構安定して稼げるんじゃないかなと思えるので、まあここはクラチャン的にもいいカードじゃないかなと思います。で、リーグ名がね、ちょっと能力値が影響してちょっと下がりましたが、まあここさえ補強できれば、まあ評価はおのずと上がってくると思うんで、 まあ、ここもディフェセンススキル強化というところの影響が非常に大きいんでね。まあ、ここをしっかりと仕上げて、ぜひね、使ってあげてほしいなと思います。まあ、ここも仕上がれば、まあ、当然強いです。レギュラーにしては十分にあの強いと思うんで、まあ、そうですね。前半とかね、ネタラビ選手一応ね、あの、チャレンジ周回とかできましたからね、そこで、まあ、キラー蓄えてる人もいるだろうし、うん。まあ、センスとかね、まあ、ディフェセンスとか、まあ、EP とか、携えてる人もいると思うんで、ぜひね、そういう人は迎えにあげていってほしいなと思います。 まあ、レギュラーでも十分強いと思うんですが、まあ、限定選生もね、おそらく、まあ、もうちょっとネタラビ選手顔を出してくると思うんで、まあ、後半の限定とかにも注目していいんではないのかなと思うと、まあ、今後ね、期待がより高まる選手の一人かなと思いますので、ぜひね、えー、注目してみてはいかがかなと思います。はい。では続きまして、3選手目見ていきましょう。こちらです。 はい。えーガンバ大阪の東口正明選手ですね。はい。東口選手の評価なんですが、スキルがクラチャン4リーグ3という評価ですね。はい。まあ、ここは、うーん、まあ、そうですね。まあ、クラチャンはまあ別に悪くないですね。3種あるんでね。まあ一応、まあ発動はある程度可能性あるかなというところですね。まあ一応4ぐらいにしときますか。はい。で、リーグ的にはね、まあもうちょっと落としてもいいかなと思ったんですけどね、セービングが。 まあでもセービングがというよりは、まあセービングは A でも止めれないからね、正直あんまりね。うん。で、なると別に A がエアホールでもいいんでしょうけど、まあ軒並み中途セーバーじゃない限り評価上がらないんでね、どっちみちね。まあ組み合わせはいいんで、まあ一応3くらいつけときますか。はい。まあ、そんなもんだと思います。で、能力値。まあここボナセンディフェないんで、まあ基礎値だけで計算したらまあ4くらいかな、基準的にはね。はい、そんなもんだと思います。で、総合的には、まあここは3くらいかなどっちもクラチャンリーグともにね。 はい。こういった感じになるかなと思います。まあ、クラちゃんはまあ、もうちょっとね、EP 稼ぐっていうだけに目をつぶれば、まあ、上げてもいいかもしれないですが、今ね、正直僕、キーパーって別にそんな稼がなくていいと思ってんだよね。<laughs> まあ、稼げた方がいいですけど、やっぱシュートすれば優先になっちゃうんでね。うん、まあ、優先して使うべきかと言われると、そんなに使わなくてもいいんじゃないかなと思っちゃう派ですね。はい。なので、まあ、3ぐらいが妥当かな、ここも一応としてね。はい。 でリーグも一応3つけました。まあ、ただ厳しいね。うん、厳しい。うん、まあ、その、標点付け的には、まあ、シュートセーバーの影響を起きで、もうちょっと下げてもいいのかなと思うんですが、まあ、一応3種持ってるからね、まあ、これぐらいの評価にはしてますけど、まあ、厳しい。うん、厳しいです。ここはもう厳しいと言っておきます。シュートセーバーがやっぱりないと、今のね、状況打破できないと思うんで、厳しいと思います。はい。ただ、まあ、東口選手といえば、まあね、この餌の価値としても、まあ、当然高い選手。まあ、安定してね、 まちょっと、レギュラーとかが、ま開幕で遅れたりとか、ま怪我とかもあったりとかしてね、ま出てない時期もありますけど、ま比較的安定してる選手なんでね、グレード的にもね、うん。で、限定出てくると大体金旗級で強い方来るんで、まぁこれはね、まぁしっかりと当たった取っておくべきだし、なんなら後半もまぁ一応限定には期待できると思うんで、まそういうところ含めて、まぁ後半もし東口選手狙いたいんだったらもう限定一本だろうしね、うん。まどちらにしろそうなってくるので、まぁ、 うん。限定出たら勝負だろうね。まあ、シーズンフォーカスあたりとか勝負、まあ、チャンスあるんじゃないですかね。うん。今年はもうすでにね、フォーカス一本出てますから、まあ、フォーカスでの登場はないと思うんですけど、うん。まあ、シーズンフォーカスならワンチャンあるんで、はい。ぜひね、まあ、そういったところを含めて、まあ、後半シーズンね、まだまだ続くので、まあ、可能性あると思うんでね、ぜひ狙ってみたいかがかなと思います。 まあ、ゴールキーパーとして質が高い選手ですからね、基本的にね。はい。今回ちょっとレギュラーはね、シュートセーバーもらえないというね、ちょっと苦しい展開になりましたけど、まあ、いたか方ないのかなと思います。はい。じゃあ、続きまして、4選手目見ていきましょう。こちらです。はい。ガンバ大阪のファーラーの選手です。はい。ファーラーの選手、スキル評価なんですが、クラチャン7、リーグ7という評価です。 うん、ここはいいですね。まあ、レインボーアーチ、カットイン、アーチシュート。はい。まあ、ちょっとね、あっち向いてほしいってますけど、まあでも、こういうカード多いですからね。ただね、カットインからのアーチは期待できないですね。正直ね。まだレインボーアーチに期待ですね。はい。ということで、僕だったらこれはもうレインボーアーチに期待してカットイン解放しないパターンですね。まあ、レインボーアーチ裏30あるんで、まあ、ここだけに頼って一応、まあ、クラちゃんは一応7にしときますけど、まあ、6に近い7かな、ここも。うん。 って感じです。はい。スキル全部活かせるわけではないと思うんでね。まあ、クラちゃんだったら一応解放はした方がいいんかな。うん。解放した方がいいんかな。いやー。いやー、でもなー、僕だったらしたくないな。<laughs> 僕だったらしたくない。まあ、特にもう真ん中ボレー使ってても、上げるだけでいいんだったら絶対解放したくない。うん、カットインはね。はい。僕はもう嫌な思いあるんで、嫌な思いしたことあるんで、はい。まあ、7かな。まあでも7はつけれると思います。スキル悪くないんでね。はい。 で、リーグ面もこのレインボーアーチのみをまあ、ほぼ評価して7。<laughs> つけれるかなと思います。まあ、一応、あとまあ、総合的なところに関わってきますけど、一応両ウィングできるのもポイント高いですね。うん。まあ、これもまあ、ポイントっちゃポイントなんですけど。まあ、ウィングのレインボーアーチ価値あります。はい。まあ、7つけましょう。はい。で、能力値。まあ、ボナセオフ含めて、まあ、そうですね。査定して7ぐらいですかね。ここもね。はい。で、総合的にはクラチャン6、リーグ7で出してます。 はい。まあ、クラちゃんの方はね、まあ、6。まあ、ここはボナンセン内部1個落としただけなんで、別にまあ、悪くはないです。まあ、EP 乗って、まあ、レインボーアーチ頼みで、まあ、クラちゃんという道もあるかもしれませんね。はい。で、リーグの方もまあ、レインボーアーチ、まあ、期待して7。まあ、しかもさっき言ったとおり、両ウィングできる点も含めて7。まあ、つけていいかなと思います。まあ、やっぱり希少性の高い、どっちかというとね、ポジションでありながら、まあ、レギュラーでね、レインボーアーチ出てくるのはすごく僕的にはありがたいですね。はい。もう、だいぶ緩和されそうな、なんか、後半シーズンになるような気がしてきました。別にガッツかなくてもね。 まあファーランド選手も、まあね、ど、まあ結構でもシュートとか目立ってる感じがするんで、もしかしたら今後なんか強力なシュートスキルとかなんか持ってくんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、まあとりあえずね、今回とかそのね、前半のフォーカスとかは、まあフラスル系とかで来てますけどね、うん、そのうちなんか結構強烈なやつ来るんじゃないかなと、まあドロップ系のシュートとか持ってね、携えてなんかいいカード来るんじゃないかな、限定とかでね、はい。まあそんな感じしますけど、まあもしかミドルかもし、ね、れないけどね、はい。 さあ、ということで、まあ、ファーラの選手もね、まあ、やっと85超えたかなっていう感じの人も多いと思うんですが、まあ、これから十分ね、期待高まってくると思うし、なんなら来シーズンとかのことはちょっとまだわかりませんが、まあ、残留とかでガンバに残ってくれるのであれば、まあ、評価は、まあ、今年ぐらいの成績持ち、ね、来シーズンとかも続けてくれれば、もっとグレード差て上がるだろうしというところで、まあ、結構希望のある、希望のあるって期待できる選手、うん、だと思うんですよね。ちょっとわかんないけどね、来シーズンのことはね。 まあそういう意味で考えると、まあ長い目で一応見れるので、まあぜひね、あの、まあ餌目当てとかでもいいと思うし、まあなならね、さっき言った通り後半のレギュラー、あのレギュラー以外のね、限定とかもあると思うので、まあぜひそういうところを期待して見るのもいいんじゃないかなと思います。あと特に僕みたいなあの、フラスル難民の人たちは歓喜ですね。まあ、これ欲しいですよね。はい、僕めちゃくちゃ欲しいです。はい、もう手に入ったら、 はい、とりあえず貯めます。溜 <laughs> めますっていうか、センス厳選したいね。うん、ってぐらいの選手だと思うんで、ま、ぜひね、はい、狙ってみてください。では最後、5選手目見ていきましょう。こちらです。はい、同じくガンバ大阪の宇佐美隆史選手です。宇佐美選手はここスキルがクラチャンリーグともに7ですね。はい、評価してます。さあ、ここ、まあ、宇佐美選手ね、ちょっとグレード落ちましたが、まあ、スキル的には悪くなさそうですね。 エンパスハードチェイシングミドルシュート。あー、なるほどね。まあ、A と B ですよね。まあ、ここにある程度期待ができるんで評価は上がりますが、ちょっと C のミドルはね、ちょっと厳しいと思いますね、正直ね。はい。まあ、なので、A と B のこのパサーとしての評価として出して、まあ、クラチャン7。まあ、一応ミドルシュートも発動する可能性ありますからね。まあ、一応それ含めて7かな。で、リーグもまあ、エンパスチェイシングの組み合わせで7つけておきましょうかね。はい。回、ま、る、あ、悪くはないと思います。 で能力値。まあ、ここに関してはちょっと上がりきってないかな。まあ、テック悪くないですけどね。まあ、でも、評点付けしたら3ぐらいかなと思います。で、総合的にはクラチャンリーグともに6ぐらいが妥当かなと思います。はい。さあ、ということで。まあ、宇佐美選手もね、ちょっとグレード落ちちゃいましたけどね。今シーズンちょっと前,前半ちょっとつまずいたところもありますかね。はい。まあ、いた方ないのかなと思いますが。 まあでも思ったより悪くないですね。カードとしてはね。まあさっき言った通り A と B の組み合わせね。まあここである程度まあ活躍できる見込みはあるのかなと。まあパスワーとしてですけどね。まああと適正ポジション広拾のもいいですね。まあトップ下シャドウ。うんまあ一応ウィングでも使えなくはないですけども、まあ、あんまりこので使う人はいないかもしれないですけど。はい。まあ特に真ん中トップしたシャドウというところでパスワーとしての活躍はまあワンチャンスこれは全然あるかなと思います。まあリーグ面で見てもそこだけ評価してもまあ6ぐらいはつけて,ていいんじゃないかなと思いますね。はい。 まあ能力値がそんなに大きく影響するところじゃないので、7つけようかなとも思いましたが、ちょっとやりすぎかなというところがあるので、まあ6.5ぐらいと思っていただければ、リーグの方はね。まクラチャンも純粋6かなと思いますけどね。はい。まそんなもんだと思います。まあうさ選手が86まで降りてくる、前あ餌の価値高い選手ですからね。まあ今ね、しかも特にあのアイコニックとか、で取ってる人とかもいるだろうし、今年もキャプテンとかの限定とかも出てますが、まあ後半もね、ないとは言えないんでね、 まあ後半も出てきたらグレードは高い限定が来そうだので、まあ、それは当然ね、楽しみになってくると思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、うさみ選手とかで、ね、結構人気ある選手だと思うんでねあの、登場待ってる人多いと思うんですが、はいえー、後半限定出るかどうかにぜひね、期待したいなというところですね。で出なくてもね、まあ、来シーズン以降もね、おそらく期待できると思うんで、まあ、そういうところに関して言えば、まあ、長い目で見ていいんじゃないかなと思います。まあ、将来的には TS 枠とかに入ってくる可能性もある選手だと思うんで、まあ、悪くないかなと思います。はい ということで、えー、今回ね、5、えー、選手頑ンり評価していきましたが、いかがだったでしょうか、まあ、結構ね、まあ、そうね、ネタラミ選手、ダワン選手、まあ、ファーランド選手あたりは結構スキルがしっかりしてていいかなと思いました。フルカブのね、東口選手、ウサビ選手あたりは、まあ、東口選手ちょっと仕方ないけどね、うん。まあ、ウサビ選手は悪いわけじゃないですけど、 まあ、ここら辺はちょっと限定が特にまあ期待できるとこだと思うんで、まあ、全体的に限定が期待できると思いますけど、はい、特にね、まあ、東口選手、宇佐野選手あたりは限定期待かなと思いますね。はい。まあ、結構、まあ、質がいいんじゃないですか。うん、5人枠だしね。で、5人の結構、まあ、ビッグネームたちが揃ってるんで、まあ、誰引いても個人的にはプラスになるんじゃないかなという人は結構多いんじゃないかなと思うんで、まあ、狙い目の人は、はい、ぜひ狙ってみてください。 はい。ということで、じゃあ今回のガンマ大阪編の評価動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。